ないでんだ。いや本来だったらジュゲムが出すチョロプーがもっと上がってくんのよ。それが少なすぎて何をしてるか分かんない状況でした。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもタイキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、モンティトロールプロブレムということで、モグラの魂の問題ということでしょうか。でこの制作者さんね、とんでもないバグを作る制作者さんなんですよ。以前サムネにもしてると思うんだけど、囲われた針の中にマリーが入るっていう現象が起きてしまったんですよね。そんなバグがまた起きてしまうのか、すごく楽しみですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.25%。 またそういうバグがあってくれたら嬉しいんだけど、でこの方のコースもう作者されてるっぽいんだよね。ということは何かしらのバグがあることは間違いないよ。さあ左の50コインすごく怪しいけど、一旦行ってみる。左上の土管もすげえ怪しいな。ちょっとこっち行ってみようか。外枠なんもねー。じゃあ右に行ってみようか。ヒントって書いてるから右に何かヒントがあるみたいな。ゴードガンだよ絶対に。これはだから上に行った方がいい。ちょっと見るのが大事なんだよな。じゃあ上は石エッジが降ってくるとか、石エッジ見えんだよそこにいんのが。じゃあ右ダッシュしていこうか。真ん中の石エッジもかわしていく。そしてこの上は、あっ石エッジ速攻バグが出てきたね。僕にバグなんて喜びしかないんだから。じゃあ右上のこの隙はすげえ怪しくない。叩いてみようか。ボブ兵、はいはい、この上行けっていうことね。そんくらい分かってるよ。なんだってめ。じゃあ何もしないで土管に入っていきますって言いたいんだけど、太陽が通り過ぎた後の世界が気になんない。何が起こるんだろうな。あ、別に何もないのか。じゃあ土管に入っていきます。そしてこのまま上に行けば土管には入れないか。で右ピンコイン、で皆さん今気がつきました、ここピンコインコースだね。だからこの中間通った後にピンコインコースの始まりだね。今回は何枚集めなきゃいけないんだろうな。 1,2,3,4,5,6,6 枚か。左上から行ってみようか。あっぴゃーあっぴゃーってなんだ。あっぴゃーって、じゃあ左から行こうか。なんだお前らも。こうならね、左の赤い土管から入ってってやるよ。何が待ち受けてるんだいこっちは。さあコインって書いてますけど、ここを右に、わー絶対わかんねえってこんな鉄球の出方さ。ぜひ作り方教えてほしいぐらいだね。じゃあこの右のつらら壊せばいいのかい。そしてこの石エッジはどうしてくる。このメットは何をしてくるんだ。やめろー。トゲスを回収した後に右下に進んでいく。オッケーオッケー。でこのリンクを取って、この派手なブロックを助け、花火。え、今花火当たんなかった。なんかダメージ判定あったような気がしたんだよな。おかしい、このゲームおかしいです。ニンテンドーさん、何が起きてるんだ。あのリンクを取ったらさっさ右まで進んじゃおう。そうしてブロックを破壊すればいいと思うんだけど、あの四角の枠は何が出てくるんだ。一旦叩いてみようか。ツタンツタンを取って上に行ったら、いや何もないね。砲台か何か出てくると思ったんだけど、まあまあ無事に進めることができました。そしてこのキノコを取って、このバネを投げていいのか。もうちょくらい俺は。さあここの上は大ジャンプで行けないかな。あ、行けそうないわ。じゃあバネを置いて上に行く。大ジャンプしなきゃいけないよね。そしてここで、うわ怖え、ここどうしよう。こっから下見て、あここにバネを置くことは間違ってない。そんでさ、左にメットが出てきたじゃん。そのメットをすぐに引き抜けばいい。絶対これだよ。そしてあのオンオフをしなきゃいけないと思うんだよね。でこれでさっきの場所に戻れるみたいな。頼む、この土管戻ってくれ。お願いします。神様どうなんだ。よしよしよし。さあここの中間ポイントを取って戻ろうじゃないか。これ左でいいのかな。左は入れないっていうことは右の土管しかないと思う。オッケーオッケー。さあこっちの土管は中間ポイントに戻したのかな。左は、おっしゃー。さあ左下の土管が終わったから、次は緑のドア入っていきたいと思います。そして今度は靴を手に入れましたけど、左に行っていいのかな。落差のキノコが降ってきてますけど、頼む何も来ないでくれ。待て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 、魔法やし、左に行きすぎるなと。そう言いたいんだよ制作者さんは。だから右にも行きすぎないようにしよう。だから一旦戻ってみる。ここで、うわどうなんだろう、ここで一旦戻ってみる。あれ天才かこの制作者。こんなとこで戻るとか誰が想像するよ。じゃあつららを越えてこのクッパクラン乗っていくんだけど、またヒントか。ヒントって書いてるな。でこのロケットを踏んでいけみたいな、多分そんなことだと思います。そして上の音符を叩けばいいのかな。それでいいのかな。音符叩いた後クッパクラン消えなかった。絶対消えたような気がするんだよね。だからジャンプして右を失敗してみようか。ジャンプして右を失敗、ほら絶対消えてる。おかしいって、何が起きてんだろうな。クッパクラン消えるなんて。さあここからやめて、もう一回左を失敗しなきゃいけないみたいな。なるほどね、また消える
るのか。そして次は消える。一旦右を進化してみようか。次は消えないんだな。さあ行こう行こう。そしてこの上にビッグコインを回収して、これでさっきのとこ戻れるっていう感じなんじゃない。オッケーオッケー。さあ次の場所に戻ろうか。なら次は青い土管に行きますか。残された道はこの青いの土管に入れませんね。青の土管入れねえの。ってことはこの緑の土管に2つあるんだろうね。まあまあそれはラッキーラッキー。じゃあこのピンコインを回収して記録も取っていく。でこれは間違い探しか真ん中だ。絶対こっちだよ、間違いない。よし。うわ、上ではないよな。上針しかないもんな。そして右に進んでいく。でカロンの甲羅がありますけど、このカロンの甲羅を履いて、このトゲツを踏んでいけっていうことなんじゃない。うますぎんだろ。ならカロンの甲羅を取るじゃん。そしたらトゲツを踏むときに右を進化しとかなきゃいけないと思うんだよね。オッケーオッケー。でピンコインを回収できたけど、うわこれ越せねえ。うわどうしよう。死んだふりでいいのかな。ここで死んだふり。本当に死んでんじゃねえ。一旦何もしないでおこうか。多分上からパックン振ってくると思うんだけど、ここで僕は何もしない、死んだふりだけしておこうか。これだと。よしよし。生き延びたぜ。でボム兵が振ってきてくれたね。でこれで多分ね、もうゴールしてくれるとは思うんだけど、どうなるんだろうな。敵戻ってくる。戻ってこない。そしてここには中間ポイントか。でさっきの場所に戻れるっていう感じでしょ。オッケーオッケー。さあピンクいいよ、頼む。これでもうゴールで会ってくる。なんで何もないの。え、土管かける2。嘘でしょ。赤い土管に2回入るってこと？ふざけるなー。あ、なんかこっち行けるようになったわ。でこの上に行って、ほらどこも行けないな。じゃあもう一回やられろってことなんじゃない？赤い土管 ×2 って書いてるから、ここで間違ってはないと思うんだよな。いやなんか変なん出てきたけど、あいつは無視しておいてこのつららを壊していく。そしてこのトゲツを取ればいいんじゃない？でこの右下に行けばなんか変わってる。なんか変わってるよ。なんかオンオフがさ、ここでなんじゃそりゃ。なんか面白いもんが見れたね。リンク取るじゃん。そして何もしなかったらやられてしまったんだよな。どういうことなんだろうね。そしてこれはどうすればいい。今度は何も入ってねえの。なぜそうだろう。右のブロック壊さなきゃいけないのかな。一旦壊さないで先進んでみようか。これでどうなるかなんだけど、あ、これで被ることができるのか。はいはいはい。さあ土管に入っていこうか。でこれで USA キノコを取って、左のパックンを倒せってことだと思うんだけど、ちょっと待って、危ねえ。さあこのまま行こうか。そしてこの針の上にバネを乗せて上に行って、ここですぐに抜く。間違えるなよ。おし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 。さあここでオンオフはしたらダメじゃねえか。これ狂っちゃうよな。どうしてもオンオフしてしまわない。じゃあチビになって先に進んでいこうか。そうしたらオンオフをする必要はない。オッケーオッケー。これでさっきのピンコインあるかな。手に入れた。もしかしてこれはピンコインよ。やった。さあさっきの扉のところまで戻ろうか。これで扉で入れるのか。いや絶対入れると思うんだよね。なんでないの。これで戻ってきたということは左側に扉があるみたいな。ふざけんども大概にしろって。え、何言うの。やめてくれ。もう何も来るな。絶対に何も来るなよ。これ僕がしゃがんでおくからだ。え、右なんか。いやー、さあ戻ってきたんだけど、次は右にあると思う、左にあると思う。うわ、どっちなんだろうな。握ってみようか。こっちは何。いやまあでも次でゴールできるよ。こっからもう右さえ行けばゴールができるんだ。ということはここは右ですぐ左に行けばゴール。やったいやめちゃめちゃ楽しかったね。どうもご視聴ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオ、凍ったコインの正しい使い方ということで、サムネを見る感じデカキノコを取って氷ブロックの中にあるコインを取ってゴールっていうことだと思うんだよね。そんだけだと思うんだけど結構クリア率が低いのよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.51%。 なんか謎があんのかな。凍ったコインの正しい使い方って書いてるもんね。でゴール条件はコインを全て取ってからゴール。まあ11枚なんだけど、ってことはやっぱりこのブロックの中にあるコインを全部取る必要があると。え、めっちゃ簡単そうなんだけどな。あ、一番右壊したらまずいかもしんね。多分最後に一番右を壊さなきゃいけないんだよ。え、待って、すごい簡単そうなんだけど。このコインを取って左から順々に壊していくだけでゴールできるよな。まあ、タイムも10秒あれば全然間に合うしさ。で、ここでゴールみたいな。
はいはい、届かないのか。ブロックを壊したら一マスぐらい上がれると思ってた。ちょっとジャンプボタン押しっぱしてみていい？あ、やっぱ上がれないか。ってことは右から壊して最後はゴールに捕まれっていうことだろうね。攻略法さえ分かっちまえばこっちのもんよ。時間は10秒ってめちゃめちゃきついわけじゃないよ。ここ2枚抜きどんどん押してって最後は大ジャンプでゴールと。さあ、ありがとうございます。ちょっと言い訳させて、デカキノコってさ、どっから落ちるとか分かりにくくない？範囲がめちゃめちゃ広いからさ。だからもう落ちること前提で右まで走ってった方がいいんじゃない？だからここ行ったんじゃない？やったいや、一見地味そうに見えるけど結構難しいコースだったね。ナイスアイディアコースです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。